はい、皆さんこんにちは、マイニーです。本日ご紹介する動画はインクジェルを使ったニュアンスフラワーアートになります。これはね、コメントでリクエストいただいていたので今回やってみました。それではどうぞ。はい、じゃあまず、こちらのリッカジェルの 29S、 これを使っていきます。これはね、シアー系のピンクベージュになります。リッカジェルのなんかこういうシアー系のカラーってすごい綺麗なんですよね。この 29S もそうなんですけど、一度塗りすると地爪っぽいんだけど色がなんか血色がいい感じになって、すごいそのままでも可愛いんですよね、ナチュラルな感じで。はい、じゃあね、チップに塗っていきます。それはこちらです。じゃあこれで硬化します。はい、じゃあね、今回は 29S 一度塗りでやっていきます。こんな感じ、綺麗ですね。はい、そしたら今度マットコートジェル、こちらを塗っていきます。マットコートジェルはね、まあそんな厚塗りじゃなく、私はちょっと薄く塗ってます。これで硬化します。はい、硬化しました。そしたらね、リッカジェルのクリーナーコットンに含ませて表面拭きます。うん、なんだろう、もうこれでもはや可愛い。可愛いけど、今日はインクジェルを使いたいので先に進みます。じゃあまずはこのガラスの容器ね、これも、まあ、いつもと同じですに、これオチムシャブラシクリーナーですね、これを少量入れます。であとはね、キッチンペーパーを私3枚ぐらいかな、重ねたものを用意しておきます。今回使うのはこの3色です。は合わない方、11と2と6、D グリーンはね、ブルーグリーン、イエローブラウン、パープル、この3色を使っていきます。あ、でね、前インクジェル使ったアートした時にコメントにもいただいてたんですけど、これね、倒すとねこぼれちゃうんですけど、こうやってね汚れちゃうから気をつけてね。じゃあまずはイエローブラウン、今度パープル、で最後ブルーグリーンを置いていきます。そしたらこの筆、私はこういうなんか習字の筆みたいな、こういう感じのやつを使います。これにさっきのブラシクリーナーを含ませてぼかしていきます。今回はね、ちょっと渋めな感じに仕上げていきたいと思います。なんとなく花びらっぽくインクジェル置いてぼかしますよ。こんな感じ。めっちゃ綺麗だね。ちょっと自分で今やってびっくり。めっちゃ綺麗だ。で、イエローブラウンでちょっとね、お花の中心をこう置いときます。この今置いたイエローブラウンはぼかしません。今度はこのままにしておきます。え、めっちゃ可愛いんですけど、
もうこれ以上触らない方がいい気がします。このままじゃあ仕上げていこうかな。すごく綺麗ですね。やっぱりインクジェルだと、ジェル、通常のジェルだとなかなか出しづらい質感が出せるので、すごくいろんなアートに使えますね。じゃあそしたらね、これインクプラスオンジェル、これをのせます。これはね、定着を良くするためのジェルです。だからね、トップじゃないですよ。はい、これで一度硬化していきます。ツヤツヤになってもめちゃめちゃ綺麗だ。はい、はい、じゃあこんな感じでトップを塗って仕上げていきたいと思います。おー、ずっと見てたいぐらい綺麗だわ。はい、じゃあ硬化します。はい、こんな感じです。やばい、めっちゃ可愛いわ。でベースのカラーもね、ちょっと透けてるカラーを使ってるので、この透明感とか透け感がより夏っぽさを強調してくれますね。ちょっとね、ここ白っぽくなっちゃってるけど、裏のジップの裏をエタノールでちょっと拭いちゃったので白っぽくなってるだけなので気にしないでください。乗せてみるとね、こんな感じです。なんて美しいんでしょうか。今回はね、このブルーグリーンとパープルでやってるので、ちょっとね、こう大人っぽいというか渋めな感じのお花に仕上がりましたが、ピンクとか可愛らしい色でやるとまたね、ちょっとイメージ違った感じでお花作れると思いますので、ぜひやってみてください。はい、では本日の動画のご紹介は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それじゃあバイバーイ。